はい、皆さんこんにちは、林です。今日はですね、この前の、無印良品週間で買ってきたものをね、紹介した時にお見せしたこちら、はい、壁につけられる家具なんですけど、なんとこんな感じで白色ですね。正式名称はライトグレーというものなんですけど、なんとこんな色も売ってたということでね、これがね、今回紹介する意外なアイテムになるんですけど、このライトグレーの壁につけられる家具の棚をですね、洗面周りにちょっとね、設置をしていこうかなと思います。で、最初にですね、こちらの壁につけられる家具のね、ライトグレーの紹介なんですけど、まあ、一応ですね、店頭でも売られてるんですけど、まあ、なかなかね、知ってる人いないんじゃないかなと思うんですよね。もう基本的にこの壁につけられる家具っていうのは、まあ、今ここにも映ってるように投げ石ですね。こんな感じでオーク材の、ライトブラウンみたいな色から、あとはね、ウォールナット材のダークブラウンみたいな色までね、まあ、基本的にこの2色がベースになってるかなと思うんですけど、こちらの、壁につけられる家具、これはですね、ライトグレーという色で、もう白色なんですよね。一応材質はですね、オーク材なので、こちらの投げ石とね、同じなんですけど、まあ色が違うってことでね、例えば水回りだったりとか、白を基調にですね、インテリアを組んでいる方には非常におすすめできるアイテムかなと思います。こちらは幅がね、44センチで1990円で買えますので、まあ、ネットとかだとね、今ちょっと人気で在庫がないんですけど、一部店舗には売られているので、ぜひね、店頭の在庫をね、チェックしてみるのがいいんじゃないかなと思います。ではね、早速こちら取り付けていこうかなと思います。はい、てことで我が家のね、洗面周りやってきたんですけど、今使ってるのがこちら、ウォールナットの素材の壁につけられる家具なんですよね。で、これはもともと福岡の家の時に使っていた壁につけられる家具のね、棚余っていたので、ちょっと借りてつけてたんですけど、やっぱり我が家のこの洗面周りってちょっと白を基調にしたいんですよ。まあ、特にここにね、今洗濯機あったりとか、こっちには洗面台があると思うんですけど、まあ、この洗面周り白貴重なので、まあ、ここはやっぱ白にしたいよねってことで、今回のですね、こちら壁につけられる家具のこの白を買ったっていうところですね。ライトグレーになるんですけど、ではね、今からちょっと設置をしていこうかなと思うんですけど、まあ、簡単に合わせて今回ね、こちらに置いてるものも紹介できればなと思います。今スキンケア類はこちらの資生堂の子会社のイプサっていうところの化粧水を使っております。まあ、これがね、非常にシャバシャバとしたテクスチャー、本当にね、ぬるっとしないんですけど、すごく保湿力が高くて、僕ね、結構乾燥肌なので、この化粧水すごく愛用しています。そして乳液というか、イプサの化粧液っていう名前なんですけど、イプサの、センシティブのミーの2番を使っています。これはね、イプサの店舗に行くと肌診断っていうのをやってくれて、もう僕の場合は本当に乾燥肌で、結構肌荒れもしやすいということだったので、センシティブなタイプの、保湿力が高い2番っていうのを使っています。ただこれ価格がね、6000円ぐらいするので、ちょっとね、今回初めてこんな高いね、化粧水とか乳液使ってるんですけど、まあ、ただ使って2週間ぐらい経ったんですけど、顔の赤みだったりとか、ニキビ本当にできにくくなったなと思います。あとはヘアケアとして、洗い流さないトリートメントで、こちらの N ドットのヘアオイルを使っています。まあ、これはね、普段行く美容室でちょっと買ったっていうところですね。確か2000円ぐらいで買えます。あとは、普段のヘアセットはこちらの N ドットのバームですね。これはね、確かハーバル系の香りがするんですよね。っていうところですごく気に入って使っています。まあ、この4つがですね、どうしても洗面台に置くと、まあ、ちょっとかっこ悪いなっていうのと、せっかくなのでテンション上げるためにディスプレイしたいなっていうので、これを設置したんですよね。ではね、今からこちらのウォールナットの素材の、この壁につけられる家具ではなく、ライトグレーのね、オーク材のものに変えていこうかなと思います。はい、今ね、棚をね、取ったんですけど、これ昔の金具なんですよ。はい、この確かね、アルミかね、あの金具なんですけど、今これじゃないんですよね。これじゃなくて、今の金具はこんな感じでプラスチックで取り付けるタイプなのでね、ちょっとこっちに変えていこうかなと思います。ちなみにですね、今穴をちょっとお見せしてるんですけど、ちょっとこんな感じで結構穴開くんですよね、前のやつって。で、反対側もそうで、ここ結構穴でかいですよね。これをですね、新しいものだと結構穴をですね、小さくできるっていうので、今から設置していこうかなと思います。もうね、僕の動画では何回も紹介してるんですけど、設置の時にはこのガイドですね、これを使ってここに合わせていこうかなと思います。ではね、今からつけていきます。はい、こんな感じでガイド取り付け終わったので、今からね、この金具を設置していこうかなと思います。はい、では今から設置していきます。金具のね、設置は非常に簡単で、はい、金具の設置はですね、こちらのこのプラスチックのものにこのピンをですね、刺していくんですよ。なんかこんな感じで、
はい、ということで今から設置していきます。はい、という感じでこちら2つ設置終わったので、このガイドをですね取っていきます。まあ、これはねもう使わないのでそのままね取っちゃって、ゴミ箱に捨てるだけでいいという感じですね。はい、そして、こちらのライトグレーの壁につけられる家具ですね。はい、ここ2つにですね、はい、はめ口があるのでそのままはめていきます。はい、あ、結構シンプルになったな、本当に白で。はい、この後ですねちゃんとこの洗面周り前景を写して、ビフォーアフターをね見ていきたいなと思います。はい、ということでこんな感じで非常にね清潔感のあるすっきりとした洗面周りになったんじゃないかなと思います。いや、色変えるだけでこんなに雰囲気変わるんですね、本当に。後ほどですねちょっと前景をお見せした写真をお見せするんですけど、はい、これがですね以前のあのウォールナットの、はい、台だったんですけど、こんな感じでホワイトグレーにするとこういう風にすごくねあの清潔感のある空間になったんじゃないかなと思います。もう使い方としてはそのままね今まで通りパッと取ってパッと収納するっていう感じなんですけど、やっぱりね洗面周りで設置するのはこの白の壁につけられる家具の方が、相性いいかなと思いますので、皆さんもねぜひ設置してみてください。こちらがですね1990円で買えるんですけど、ちょっとネットの方はね在庫がまだまだないっていう状況続いているので、お近くの店舗でね在庫見つけるのがいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日はですねライトグレーの壁につけられる家具の棚をですねちょっと設置してみたんですけど、どうでしたかね。やっぱりあのウォールナットのねダークブラウンのね色からこのライトグレーのね色に変えたことによって、あのすごくねあのまた水回りがあのシンプルに、あとは白が引き立つようになったんじゃないかなと思います。まあ、特にね水回りのインテリアってね結構ね白基調で組まれてる方多いかなと思いますので、まあ、今回のね壁につけられる家具ちょっとオーク材でもウォールナットでもないんだよねって方は、ぜひね僕が設置したライトグレーの色あのつけてみてください。はい、ということで今日はですね壁につけられる家具の紹介だったんですけど、まあ、普段からシンプルな暮らしを軸に動画作っておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。あとはインスタもやってまして、ムジハヤシと調べていただくと僕のアカウント出てくるのでぜひチェックしてみてください。ということで今日はですね動画以上になります。また次回の動画でもお会いしましょう。それではバイバイ。